はい、お待たせしました。それでは参りましょう。サードマニアックス2021シーズンボリューム8決勝トーナメント1回戦先方対決始めます。盛り上がっていきましょう。さあお願いします。ということで 1P 側 YSB 杉山小チーム、 2P 側篠米マイケルチーム、先方は杉山ネクロ VS 4年4と。さあヤックン早速来てくれました。シブロクぐらいでわさびさんとこきついか、どうだろうね。さあショートマイケル、まあ両方ともね結構チームの対象みたいなとこもありますが、あーじゃあここでチュートルからエル君。さあ EX ミッション早めに暴れて主導権は私っぱにしない米川大満点さん。これは落とさなければというところで緊中継で調整して最後は打開ゲージ、1割ちょいぐらいですかね、回収ですね。まずは4年やん。おお、クタイクで大剣で起こす。なるほど、出し投げ、さあダメ足暴れてく、中大ポンで切り返す。さあ距離置いていくんやん、発動。あ、これはこれめちゃくちゃ多分痛い。決断決断高いでしょ。餌巻いてたが4年我慢しました。削れない、これ2マックスはある。ドリルつながれるくー、これですわ。2本あればひっくり返せるんですこの人は。さあファイナルラウンド対空電磁絶賛プロテック、エレクはなかったので膝チュートだったが、電磁から確認エレク、すかし上げ中盤でピオらせる。This is third strike、 This is 杉山ネクロ、いや、 やばい今のは。これですわ。チームメイトも大喜びと。普段はねドリルからエレクなんかつながりませんからね、あれね。さあ先方杉山ネクロ、中堅に出てきたのは篠誠。さあこの組み合わせも相打ち。さあでも剣の方が痛いね。大膝でかっ飛ばして篠誠はスピードで攻めてくる。ジャック取るドリル、ドリル、ジャック取るブロってる、膝中取るエレク、ここではどう選択する。削れない削れない、さあ通り返したか。大ドリルからエレクと一人やっても繋がらないけどこの人はそう繋がるんですよ。ここはシェストは届かない、中盤出してあげ、ここ膝で暴れて後ろ投げグラップ。さあ体力危なかったですか、これは残らない。1個前のねラウンドがちょっと痛すぎましたが、まあ、しかししっかり仕事をしてます。チームがめっちゃ笑顔、チームはめっちゃ笑顔です。ニコニコして出てきたのはこの人 YSB、 誠に対しても遠慮なく出てきますねこの人は。早速ミート、立ってる、大きい中盤がパーム確認、ハンマーマウンテン。本当に相手誠かこれ。まずは YSB 開幕シュート、バックジャンプ大パンで弾き飛ばしましたけど、選択肢がすげえな。これは中足寝かしてミートは飛んでる、
ボディは入らない。マイ空中確認でユキサラだと。しかしパームからは投げて切り返すか、使っていく。あんまりバサで打って、ガラクサ、さあここからどうする。大パン育成ですと、大パン育成をキャンセルが出なかった、キャンセルが出なかったか。あそこから大パンで早手キャンセルっつって、そっからのタクなんですが出ちゃいましたね。さあ 2P 側大将となりましたマイケル・ジュンリー。 1P 側中堅 YSB 大将にはショーが残ってます。さあヒューゴ・チュンリーの中堅大将戦です。アプローチ足、さあチュンリー側が早くもゲージ半分以上貯めて、パーマ入る、ブロリ返す、8回ブロってムーン決め、ボディブロって膝、あのムーン決められてもねマイケル側が焦りませんね。リバーサシュート呼んでよ、チェストのオメミス、あーなるほどね、なるほどね、あその可能性は確かにあったね、さっきの試合ね。なるほど、これはビンタ砲翼、なるほど、これはヒューゴかなりきついか、クーラゲは入らず、ファンドとして台形が冷たい。ここは投げる、踏み込んで血は所有と1回目ヒューゴだとね3割減らないぐらいですね。百裂がでも減った。さあフィンタは一発しか当たらないが、その後下段ブロって血は所有。ヒューゴまだ参るのか、これはジュパン、ゲージはあるがこの台形がきつい。さあ大将対決となりました。招待マイケル、この2人仲もいいですしチームもよく組みますが、今日は敵同士、決勝トーナメント1回戦の対象同士としてぶつかりました。さあヤックも注目してる。さあ始まりました招待マイケル、序盤はどっちがアドバンテージにいるか。鉄さんを大パンで弾きますか、これはうん、白黒の画面端維持力が強い。しかし冷静に中継で円中継で相手を弾き飛ばしつつ一番遠いところから幻影スタート、これは拾う、ギリギリの拾い、その報酬はでかいが、いやー伊藤投げ、ゲイン、めっちゃくちゃ長かったんですけどね今両方とも。さあこれでマイケルリーチ、チュンリーはこの距離置きすだが、あの雷撃をブロって地上で砲翼かくらせる。
一番きつい投げからペーパーループさばききる散らすでしょ相打ち投げ式に5投げもう一回投げ残らない対応力勝ったのは篠米マイケルでした。じゃあ続いていきましょう。パール忍でこい VS チャコアブユリ。パール忍でこい VS チャコアブユリです。じゃんけんお願いします。いやマイケル強え。ちょっとうますぎますね。うますぎませんかと言われたらうますぎますねあれは。あの1個前の最後のねショーの現役時の絶唱拾い絶対拾えねえと思ったんだけど本当にギリギリで当たったねあれ。はい、じゃあ先方決めてください。俺聞きに行きます。さあ先方がユリ VS パールとなりました。なんか志村対決の匂いもしますが、さあ本日ワンピー側アッセンチームでしたね。チャコユ、アブチームにユリゴキが入ってというチームで決勝はまだ上がってきましたが、まあ、これがねなかなかきついというか 2P 側がねパール先方ってのはなかなか辛いねこれ。ジェヨンさんその文章書いててケツに俺の顔つけるのやめない。悪い顔してんねそれ。膝さあ最速空人だったのかちょっと多分おそらく漏れちゃいましたね。さあ第2ラウンド、まあ、競馬アイスさん間違いない。チュンリーにマックスはもう闇のゲージでございます。さあ亀梨いっちゃうのはきつい。もういつでも死が見える。さあハンクと膝相打ちだがこれは残りません。2ブロック目の早い段階で終わってしまいました。まずはパールチュンリーとこうなってね、ワンピー側が誰出すかなんだよな、これ。これ、ワンピー側の気持ちは結構手に取るように分かりますが、さあ、ユリアン行くかどうかですが、ちなみにこのチームですね、予選では当たってまして、その時はパールが先方でサンタでした。
2度繰り返さすわけにはいきませんが、さあ早いうちにパールを止めれるか。中堅ワンピガーチャコ太郎ユリアン、復元配信見ると、あ、見ていこう。チェンジ時間に総じて冷房効かせすぎる気がする。まあそういうことができるキャラっていうのをね、広く知らしめた配信ではありますが、何でしょう、改めて。なかなか難しいですね。さあじりじりした序盤、あ、前飛びにはしっかりハッケですね。チェミがゲージ体力ほぼ減らず、ゲージ2マックスまで。投げてダブルズ、鉄壁です。こっちのチュンリーも投げて百裂重ねる。ユリア割とどうしようもないです。あれ火山は漏れて、こっからあんのか。そう、一発しかブロラしてくれない。こっからはユリアン使うかどうかも厳しいですね。時間もない、この体力差というところでゲージはちょっと吐けない。あ、リグナザー来週です。第2土曜日14日になりますので、皆様お間違いないようにお願いします。ドッシュ投げ、スピアイギスはテリブル、三角飛びにはさせない。投げる、ゲージ2枚目、クイックは取ってなくて裏回り、肘を1回2回大タックル。ここはどうする、ヘッド、さあチュンリー、ここからどうするか。ユリオン下がってゲージダメです。そして顔面、高めのジャンプ台形ですね。ユリオンかなりゲージ回収できて、最終ラウンドいい状況になりました。ここはウェイジス使う、テリブルダメージ奪って前して、そうなんです、モーション的にねウェイジス食うんですよ。あれタイクーもバリエーション豊富、タッチ中盤猫百裂八景とウィリアン側を惑わしていきます。冷たいスピバが漏れたが結果オーライ。タイクチュンリーはもう現状一切行く必要ない、ユリアンがこじ開けられるかどうかだけ。これは通ったが、スピア打ちたいエル、最後も猫ユリアン側の気持ちが刺さって痛いです僕前捨てしたら三角飛びするよね、じゃあスフィア置くよねっつってチュンリーが動いてない、あの感じねでスフィア打ってポッタリされてたら保育打たれて死亡ですから、ね、チュンリーが冷静でした。さあパール2勝でワンピ側大勝、アブイビキ今日、阿部さん、プレーオフ含めてマジ何試合何勝したんだろうな、下手したら10勝以上してる可能性があります。そのぐらいこの決勝進出の原動力となってました。さあタイミング EX くらいでずらして、さあチュンリー側お尻、お尻百裂浮いてる、チュンリーが老骨すぎる傾斜め、さあこれは紋章当たったが1.6 本ゲージ玉、さあ息吹取ったが、うつ強い、これはさあ寝かしてコパン連打してる、机で見えにくい、膝の間くらいでタイミングずらすが、スピードには飲まれないパールだが、
さあ画面端キープはでもし続ける青いビキ。ジャンプタイパン、ここが投げて通って膝まで裏に出る。これは傘当たり、ライダー挟ね。お、飛びがそのまま通る、大パン中継ですね。ずるいよとちょっと相手側に一言つけに行ったパールでしたが、その前にね、あのタイミングずらした EX クナイがあったのでね、あの辺がちらついてちょっと対空がうまく打てなかった感じでしょうか。さあ 2P 側誰が出る、デコイ忍がいますが、さあ忍ですか。このイブキユリアン戦にはめっぽう強いんですけどね。さあどんな戦いになるか。あタックル、まあね、序盤はねユリアンタックル牽制でぶち当たくなるんですが、スイジャン置いといてしっかり対応しようと。投げてライダー挟ね、これがユリアンキスイ。歩き投げはケアしてる、タックル横下入ってイバサイト空中ぐらいですね。ちょっとこれは手は出してない、しかしマナの削り量。ジャンプだけ、チョップの、そう中足の外からちょっとチョップ振りたかったところですが、上がチョップるとね足が前に出るので中足でもさせる状況になりました。これでしゃがみで当たるとこの辺ですが、しっかり裏からタイミングずらしてくる。コパンはちょっと漏れたか、さあ忍的には一撃必殺コンボも、まあ、ゲージがあればというところですが、この状況はきつい。ナイスオール、もう一枚逃げれるか、スローは読んでる、まくらない、わずかに前捨てが遅れた。スラブロってエイジスに押し込んだ、ちゃんとエイジスに繋がったっていう判断がわずかに遅かったですね。あれはかなり難しいと思います。さあ逆算です、対象逆算リーチまで、ヤブさん切れすぎですね状況はね。さあデコイ号機、お互い対象対決ですね。これでマジで10勝以上してる可能性あるな。くらいはくらいとか今のはスムージーが漏れちゃいました。さあ空人から昇竜系、これだけでも十分痛い。竜巻裏側引っかかってもしょ、あっという間に息吹がタイミング出してくる。水時半コパン大丈夫、これは削りか狙ったか、狙いましたね、赤狙ってました。さあワンピがリーチでマジか、また逆算しちゃうのこれ、うまっくらいで表打ち、毎中継に昇竜マジか、投げて帽子、いや帽子の使い方がうますぎる。これは空中、これはおそらく首折りを漏れたかな、立ちだけでじゃあかわした相打ち、EX かだけに裏からこれは届く、残らなかった、ぴったり。さあファイナルまで来たが飛び方のいっけー、チワシハドメツ、これは繋がってる、
た、いぶき行きにくい。ただほっとくと豪気がーとがめました。デコイシノマルズストッパーになりました。勝ったのはデコイシノブパルチーム。じゃあメスターメモラ一平バーサス刺激集まり、この集まってください。マジでそのまま勝っちゃうんじゃないかって空気だったけどな、アブさん。さあ呼ばれたチーム集まってくださいね。メスターメモラ一平バーサス刺激集まり、ころと。さあ先方決めしてますのでもう少々お待ちください。決まったかな。さあメスターミモラ一平 VS 厚狩り刺激コロスケとユンチュンマコトとケンエレナオロカ、なかなかバラエティに飛んでますね。あらメモちゃんがいない。あいたいたいた、メモちゃん試合やで。はい、じゃあ始めちゃってください。開幕がチュンエレナですか。さあ一平集まりということで、この2チームも予選で当たってるんですね。その時はフルセットで、メスターミモラ一平チームが勝利ということでしたが、決勝ではどうなるか。さあ行きましょう。先方対決、一平チュンリー VS 厚狩りエリナ。 SA は大浴セントブレイブ、リンクステージの第4同センター。再び出す、これは意図的にやってるのかな。さあブロって中パンスピンサイズ、画面端がわずかに遠かった。厚狩りペースめくりから壊し、チェンリーに対応させる間もなく、さあ砲翼がたまるまでは激しいムーブも混ざってくる。リンクスキャラ対、これは遠かった。スクラッチがパレットは当たらない。スラは差し返せず、この状況かなりエレナ面倒くさそうだが、ブレイブでも多分死なないもんな。あーギリギリラウンドステップ当たらず、まあ砲翼吐いてくれたとも言える状況ですが、出してあげ、もう一回追っかけたんですが、これはお尻が強かった。うまい
はっきりに差し返してブレイブ相打ち。ガードしてる EX スピンサイズ、お見事でした。先方チュンリーを倒した意味はかなり大きいです。2Bが中堅はメースタユンですね。いや切れ味ありましたね今のは。預かりさあ SA アツガリはブレイブで引き続きやっていきますね。これはさあ中堅メスタユン VS 先方アツガリエナ、これは繋がらない。これはライの方引っかかったがその後スクラッチで追い打ちと。戻れんところの判定がね、下段を潰すんですよ、ね、お、マジか。ジャンプ読みで打ってるのかな、前の方。うまい、足元落ちにはラウンド8です。うわ、ここで踏み込んで削ってく。しかも当たってるもん、ジャンプ。厚がり切れてますよ、これは。あーっとっと、拾いきれずめくり来撃もブロって痛手にはならない。まい、登りボールはしっかり入ってる。前方スタート決断で画面足持っていく。ブロられてるが飛んでいる。さあ、2回目崩れないが、下段下段幻影途中で切れた。逃げ読みか。うわー、戻りで潰す。これです。この足の最後のとこですね。あそこはね、下に判定あるんですよ、あれ。さあ、暑がり見立て大将ミモちゃん、さあエレナはヒーリングに変えてきました。ミモちゃんは基本アク落ちしなければスイッチのままなので、うん、差し返しみたいなチョコパチが座った今。ガラクサー寄っちゃうよな。やっぱりそうだよな。ギリギリのスタッチでしたね今。どっちか分かりませんでしたが、ミモちゃん側は確信持ってたでしょう。おお、対抗ってタチジャッキーで落とし、タチアッパンかな、タチアッパンで落として後ろ曲げディープ。さあこの状況でエレナがどうゲージ発火つか、無理にいかずだが、エレナが体力緑ですからね。スラにはバッシュ投げ、まい、エレナ投げ、うん、裏回りになってヒーリングは、ここは強い。すげえ当たり方だな、あの絵面だけ見ると。お互い SA フルマックスでのファイナルラウンド。さあリーチ、暑がりが3立てなるのか。これはスクラッチも飛び出てきた。ガラクサー、ステップの終わり際に中パンチャス差し込みですね。しかし最後は飲み込んできました。
さあ大将踏ん張って、残りはコロスケと刺激か。ちょっとごめんなさい、一回メンテ入ります、申し訳ない。少々お待ちくださいね。はい、じゃあちょっと筐体移りました。改めてやっていきます。大将中堅戦です。スタートお願いします。 1P 側ミモラマコと 2P 側コロロン。おお、差し替え四角パン。ジェパチェスト、カラクサ、チェスト、チェストで下段がバッカバカ通りますね。2発目ガードしてる。これは遅らして壊し、オロ相手にね、近接戦と超怖いはずなんですけどね、ミモちゃん関係ないですね。ためチェストで相手の状況を見て差し返していく。吹き上げ当たんない。これはさあ変な手形した、ちょっとめんどくさい。リープは立ってる。画面端はキープできてるが、体力差実はそんなについてないですよ。これはマイステラで通る。中断通って、これはゲージ消しませんね。当たり前ですね。次でステージ型死にますからね。しっかり引き上げお玉から追い打ちでした。再びコロスケリーチ。投げて追っかけてくるが中継で追い返す。さあ仕込んできた。スッとやるよな。で大将刺激となります。さあ大将対決です。いやーこれなー、しかし負けずに勝利切り返し。いくつ引き上げ水ジャンだけだけでスタンチ半分以上だった。エクサードを、移動から草のフリーグマルタッチアッキーですか。いや今バグ捨てでなんかしようとしてたぜ。あーったったタッチジャッキー下ろした。ダイヤシには前して投げ、ジリジリして、おお、ダイパの出かかりを投げて一文字も差し返すんだよな、やってな。そして強い中足振るが切り返しの中足仕込み陣内高藤立ち返り通る。勝利は反撃なし。赤狙いに行った。
エクサンドが当たる。キープ。ダッシュガラクサ。大パンチェスト。正中線。五段突きはゼロドット。見えてる。ドビが通るが。後ろ投げ。一文字ガード。これはリバさん。最後しびれましたが、もうサスミモってやつで勝ったのはメスターミモの一品チーム。じゃあ富永ザビタルマインとオリュシンタモクタロウお願いします。富永ザビタルマインとオリュシンタモクタロウです。さあ1回戦最終試合ですね。ああ先方聞きに行きます。さあ 1P 側富永ザビタルバインチーム、先方タルバイン、 2P 側オリュシンタモクタロチーム、先方モクタロ。さあタルスさんがエレナ、モクさんはユント。さあタルさんはユンを相手にはスピニングビートよく選びますね。まずは1回目のゲージが発動。しっかり取ってる。おお幻影しのいで、いいですね。これは若いムーブ。今はちょっと多分漏れちゃったな。最長老枠なんですが中段を見る力は非常に若いです。これあ強マジか今のしゃがみチューパーかな。あーこれはつながらずだが、もう一回下段中井でフィニッシュ。大橋マジでいってんのか今の。さあ発動してテンプ立ってる。しかしこのリープは、さあチームメイトが若いと応援しているが、あーそうですね、この対空認証が非常にしんどい。EX マネットで、マネットで踊っちまって、しかし原因がコレクセイ大パン鉄山祭り。画面足まででしょう。大パン2発当たってキープでしょうが、削りで飛んできますと。たぶんさ中段はねかなりワンチャンでしたね。さあ本日は転生前の姿です。ダッドリーマンではございません。ザビだったんですが、出てきたのはダッドリーマンか。これはマジか、転生後の姿になりました。出てきたのはザビダッドリースターブロー前歩きだけ、マジか。で、ザブロって大 KEX マシンガン、ダッキングアッパー、ショート。さあ、このダッドリーマン、転生前の姿が非常に色濃く残っていて、なんだろう、割とディフェンシブというか、バランスがいいというか、なんでしょうね。
ちょっと他のダブルとは一人違う感じなんですけど、これは当たる。コーク繋がって、先に終わるとこれはだという成果。大撃ブロって投げ、あ、しかし前捨て、これは分からなくなってくる。第一レバ台でした。さあ途中から当たって、その後は落とさない。五目も混ぜてダメージアップ。高い裏当て大パンチ目。あ、うまい。手番の金庫くん、バックステ追っかける。ここで金が通って、リバサコークはセーブ。あ、キュアシュロイデデッシュまで。あー、ショートを鉄山で潰して、これは投げがかくる。下段埋まってなかった。バレてましたね、ユンガーが。さあファイナルラウンドですが、このレバ台が強いが、後ろ投げ、剣外して中段混ぜつつ3回大剣振ってる。リバサショートまでつながユンガがゲージないうちにナドは生ききれるか。中裏手当たらず、そこでコーク仕込むが、これは大パン届かなかったか。あー見てた。しかし大パン水ジャン大系狙ってたムーブだったんですが、もう奥太郎さんが冷静でしたと。さあしかし大将はこの人がおります。大将富永誠。さあコメントにもよだれが垂れておりますが、このチームあとね、シンタオルって残ってますからね。いかにトミニーとはいえ、三立は至難の技かと思われますが、さあその前にまずモクさんを倒さないと話になりません。奥のセカロクサ怖い。テツさん入って、テツさん祭り、補正は切らずにそのまま行く。ダガ中に勝負でダメージアップで、ゲージ回収ムーブ、雷撃マエステと雷撃の工作でした。さあモクタロユンリーチです。下風呂チラストール、うわマジか、すげえ当たり方したな今。吹き上げは当たらず、狙った吹き上げでした。EX 剣を緊張系が潰しましたね。惜しい、割ってきた、ブロって中盤からバックステ、それは冷静。怖い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 、惜しい、うまい。これは旋風旋風小木、旋風旋風中継絶唱緊張系高い、ナイス判断でした。さあ、モクタロユンさん立てです。じゃあ準決勝いきましょう。篠米マイケル VS パール忍でこい。裏から TC ゲイン発動でしたね。
さあすみません、1番筐体は引き続きメンテしているのでまだ2番でやります。篠米マイケル VS パール忍デコイと馬太郎さんでしたね。ちょっとじゃんけんの戦法ゲームしといてください。さあ準決勝始まりました。上の表示変えてねということで 1P 側忍ユリアン、 2P 側ヨネエンと、さあ早速禁煙スタートで、あ、はい、禁煙壊し禁中継から再び画面足持っていくコンボ、ユーゴの次に体力があるユリアンが何もせずに溶けてない。これは強い、何もさせてない。さあ幻影開幕スタートで、でも鉄山旋風、鉄山高いでしょう。おお、ダイパの差し返しような大剣、これはデッサンの手掛かり潰して、旋風古木、旋風旋風古木と古木、さあユリアンやることがない。これは絶対絶命、旋風なすすべなかった。いや、米くんが切れとるね、これね。さあ、大将デコージで忍が漫画みたいに頭を抱えてますやっちまったわ、今日何もしてねみたいな感じで頭を抱えてますが、まあ中堅がなんとかしてくれるでしょう。バンピー側はファール登場です。さあ、ファール順にバーサス忍ユンで、あ、じゃあね、米ユンですが、さあ、前衛スタート。おお、どこで2勝マジ、大剣いいバックストリート。さあ、押し引きのバランスですかね。再びユンにゲージがたまる、はっけとか配置ですか。電波転身緊中継、さあギリギリゲージ、現役ゲージ残ってました。そうするとあのコンボいけますね。うわ、マジか、雷撃落ちに八卦砲翼で押し置き、これぞワープって感じでしたね。
おそらく一番長い距離での移動投げです。そう、まずはファール。めちゃくちゃ吸ったね、本当に。さあ、みんなそのもう今のユンはあの小木混ぜデフォルトになってきましたね。池永通る、リバサなんか打ってたが、何やったの。鉄さん高いでしょう。前方射が中は絶勝でかくらない。投げる、膝は空中ぐらい、まだ画面端、ブロって壊し、最後は下ブロ、パールが一言こいつと言葉が漏れました。あー、前中継を鉄さんでくぐる。さあ、これ落ちるが、パールの圧今やばかったけどな。さあ、ユンが2本目貯めれるか。今内から投げる、一番衝撃1回目、2本目はチュンリー持ってますよ。ディープから翻訳、サードの闇でございます。ダークネスオブサードストライク、これなんだよな。あ、サードストライクなんですよそうなんですよ。いや、ファールが強いな、マジで。さあ、これで中堅同士となりました、パール VS 白誠。まずは誠ベース、壊してそう、投げしけにはバックして前して、ここでコパンカラクサ本命通しましたね。これはジェスト、あー、うまい、さあ、チャッキージェスト。なんかね、チェストためで差し込んでくる感じがね、すげえ見持ちっぽいんだよな、師匠って感じ、なんか師匠って感じ。あー、ここはしかし近かった、中足攻略、この回りスピバーが仕込んである、チェスト届かない、中足うめえ、引かった。この距離でゲージダメになると誠は1マックスなので、あー、ショートから大パン、チュンリーがかなりゲージ回収、これは潰れる、届かないのか、今のは距離の問題っぽいな。キューパーチェスト、ハッケ1個ブロってる、チューパーチェストハクってたか、これは残ります。さあ、どこまでいくか、次は投げ、移動できてないが、火山が通る、チームメイトは大喜び、今は火山か、火山か、ちょっと想定外の奇襲だったかもしれません。さあ、2P 側が大将マイケルです。パールマイケル、チュンリー対決来ましたね。1P 側中堅パールチュンリー、 2P 側大将マイケルチュンリーです。さあ、中足と八景の振る音が響き渡るかどうかですが、飲み込んで中足猫、ハザンが通る、体力差を一気に縮めてゲージもほぼ一緒、怖い。
相打ち。投げたのはファール。ここは中足をよく打ってきた。ノータイムで打ったな。ブロッテゲン。さあしかしまずはファール1本しっかり1回砲撃当てることに成功。まだ待ってるか。ゲージ格差のつき方があっという間なんだよなこれで。マジで。さあ2回目、こっからどうするか。でもこれはもうやるしかない。相手にマックスあると、こっから死が見えます。中足でした。2マックス溜まってましたね、マイケル側が。さあ今日対象対決ばっかりやで、さっきのモクサのサンタデーが。さあデコイ号機対象です。お互い強行しますね。これは先に決勝進出するのはどちらのチームでしょう。対象対決、デコイ号機 VS マイケル・ジュンリー。竜巻と銀河 H。一瞬マジみたいに下入れてなってたな。おい、イノラゲ。あー、コパン落としが冷たい。まい、空対空落として下段をかわしてのリープ。さあ距離を置いて膝まで、小足見つから熱殺ゴーハード。さあどうする、台盤から100キャンセル。チュンリは画面端キープさせて最後の一発当たるが距離があった、大足下がらせない、100キ仕込んである。これは昇竜がずらけたか。ここでも打つ。最後は魂込めました。スラが当たんない。うわ膝、落としどころが的確。コパン投げ、プロリッとっと罠だったような気もしますが、これはきつい。ゲン、逃げ切れない、コパン落とし。勝ったのは足のよね、マイケル決勝進出。じゃあメスターメオラ一平 VS オルシンタモクタロー、集まってください。あーっとね、ごめんなさい、ちょっと待ってね。
さあ年の子でしたね。さあじゃんけんは終わったので、じゃあ先方だけ決めておいてください。お願いします。両チームちょっとメンテ絡みもあるのでちょっとだけお待ちを。いやコパン体育冷たかったね今ね。あとマイケルが強えわ。はい、じゃあ1番の方メンテ終わったので1番筐体でやりたいと思います。ちょっとき、映像切り替えちゃっていいです。珍しい。はい、じゃあこっちリセットして、あ、オッケー。はい、リセットしちゃってください。じゃあ先方決めてください。ちょっと待ってください、今から切りに行きます。さあ先方決まりましたということで準決勝第2試合いきましょう。ワンピー側一平チュンリー先方、またチュンリー先方か。先方チュンリーはね強いんだよな、全体用なんだよな。対してツーピー側がさあ先ほど三立てしてノリノリのモクタロイヤです。さあどうなるか。今日はユンチェン非常に多いですね。まあサードって感じですね本当に。さあ一応ねサードやるならこのカードは欠かせないですからね。ワンブロッケン、なるほど。ここから2発動、左足寝かして下段が通る。ちょっとずらしの前方からコモリグ、うまい。中盤のゼッション距離を離して安全に発動、打開が通る。これはとっとっと倒しきれる方だったんですが、一気に変わる。手前落ちには八景宝玉、そして移動投げ、チャンスを逃しと1点窮地に。お互い気を抜けない組み合わせです。中足発動から前方スタート、吸引中継裏回り古木旋風から、おおお、勝負の緊張系でしたが、これはチュンリーが切り返す。わあ、鉄さんブローりますか。鉄さん当たる。旋風古木、旋風旋風古木。戦い絶勝で、いやこれはあるのか。リマックスのチュンリーはてかもう場合によっちゃ1本でいいなこれ。発見ほやく一本でよかった。勝負どころは逃しません一平チュンリー。さあ大将お龍残しでシンタですね。2Pがシンタ、3キャラぐらい想定できそうですが、どれでいく。ケンユンマコあたりは想定できますが、ここはケンでいく。ユンチュンの後はユンケ、ケンユ、あ、ケンチュンでございます。わあ、この大足切れてるな。
ハッケーにはブロッキング中和勝利。あ、しかし逃がしてくれない。中足波動陣内、これで確認してますね。中足波動で確認して陣内まで。さあ表裏、裏が見えねえ。裏でした。まずはシンタ飛びから中盤弱小流。うまい中バックジャンプ中継から、さあ中足勝負1回。さあよそよそ、かかと一発だけで準備が、そうしゃがみで一発しか当たりませんが、そこでしっかり確認してる。よし、ハード。よし、足返し。つえ。マジか。You win. We await your return. Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. Yeah, well, I got the pictures.さあ、つよっとコメントもありますが、ここで中堅対決。ワンピー側が、みもちゃんが中堅で出てきましたが、お、昇竜前捨てに昇竜、合わせる方も合わせる方だし、ブロル方もブロル方だよ。うわ、打ってくれ。マジか。開幕が激しいよ、いくらなんでも。これは成長戦5段付き。カバクサ、そこスイちゃん大系最低空だが、ここは中足にジェンダー仕込んでました。ダブルが入る。はえー、チューパンチェストを2回。ミスラインよなあいうとこ、本当にスーパーストロングですよ。さあここで大将オリュです。バックジャンプ大剣蹴飛ばしてる。カラクサ、これは大パンスチェスト、ピオラない。カラジャンコ、ハッシュチェスト。ミモちゃん、リーチ。マエステカラクサ、もう攻めたら攻めっぱなし。グー投げで押し返る。押し返すと俺も落ち着いてる。いや、これもリーチ、いろいろリーチ。果てはガードして、チワショウ行く。体力ほぼ並ぶ。この状況はチュンリー、ダメチェスト。成長戦5段付き、決勝進出はメスターミモラ一平チーム。では決勝が、この勝ったメスターミモラ一平チームと死の米、ね、マイケルチームです。ミモちゃんさ、今動いたの見てからチェストしたの、さすがに、さすがにそういうこと、今動いたの見てからって話。あの、確認しました、最後のチェストはあれです、俺が動いてたの見たから手離してそのまま成長だったそうです。そんなことかなってちょっと思ったけど、できるのね、うん、見てからでしたねというわけで決勝は松田さんです。
はい、お疲れ様です、決勝戦はやっていきたいと思います。お、コマさん、俺のスタンプありがとうございます。スタンプあざす。いや、サブスクしてくれてありがとうございます。マルジョ君ありがとうございます。結構似てんだよなこれ。しかもギルゴールさんですかね。ありがとうございます。はい、準備の方できたようです。2021サードマニアックス、第8戦ですね。決勝戦ですね。始めたいと思います。盛り上がっていきましょう。じゃあ先鋒戦行ってみましょう。しのくんといっぺちゃんですね。こちらが先鋒戦、スタートボタンお願いします。さあ決勝戦は、まあそうなりますね、強キャラスタートです。両者一平チュンリー VS 篠誠、割と大事な試合になりますねこの先鋒戦。さあ開幕は両者お見合いから先に仕掛けていったのは篠誠、ダッシュ投げから唐草中足大パン。さあちょっと硬いが、さあ画面中央ハッケーキコゲン。さあ唐草の後はおっと大パン止まってしまったが、ハッケーキコゲン中足包囲戦と一平チュンリーが大きくリード。さあ画面端下ブロからハッケー、ラウンド2投げの後置き攻め EX 下ろし、じゃあ溜めていくが、さあ中央強気で投げていくハッケイ。さあもう一度画面端中足強くリードを奪ったのは一平チュンリー、中足強く先鋒戦は、一平チュンリー。さあ中堅ヨネユンですね、ヨネくんのユンです。
さあスタートしました。さあ前方転身、思い切りがいいしゃがみ中パン絶唱、決断絶唱、そして、現役陣発動していく。さあ中足、さあ前方転身非常にうまく機能している。コアコア絶唱、決断発動。さあ前方転身、画面端戻して旋風脚、旋風脚しっかり決めていく。さあラウンド2、小足でしょ、台形中足発動の現役陣、前方転身でしっかりと大ダメージを奪っていくが、ちょっと落としてしまったが、ワンブロ投げ台形、中足鉄山発動、あーリープを投げていく。さあ一平も強気、さあガードに徹している。画面中央、コワコワ大パン、鉄山高からの発動、これは痛い。さあ米くんがしっかりと仕事しまして、これで、中堅戦ですね。さあ中堅は、ミモラですね、ミモラ誠。さあ両者、千葉のプレイヤーですね、ミモラと米。さあ中堅戦いってみましょう。鉄山絶唱、バックステップ、チェストチェスト、中足発動、さあリープ、これはお見事。と読み合いがブロッキングから中足絶唱、さあ現役陣発動、これは厳しい。壊しチェストを決め打っていきましたが、しっかりガード。中足でしょう、中足 TC。 さあ現役陣発動してって、さあつながっている、これはでかい。ニュートラル投げから、さあミモラピンチ、現役陣発動、これは大物食いと言っていいんじゃないでしょうか。ヨネユンがミモラを倒していく。さあ大将はメスター。さあベテラン VS ルーキーって言っていいのかな。さあ白い帽子の方メスター、黒い方がヨネです。さあ中足から発動していく。さあメスター相手にも一歩も引かない。さあ鉄さん、鉄さんブロッキングしてターゲットに行ったが、これはちょっと欲張りすぎたか。さあメスターがしっかり決めていく。ラウンド2、さあ使っていったな、よね。
さあ前方転身、鉄山しゃがみ中盤、下風呂からしっかり目押しコンボ、ターゲット、ゲージ絶唱小牧師、旋風脚旋風脚旋風脚、高い絶唱とかなり高いダメージ。さあメスターのいぶし銀の雷撃手出ました。結構タイミングずらしてね、ブロッキングしづらかったでしょうね。さあしっかり地上までつなげて、対照戦ですね、マイケルとメスター対照戦となります。言い過ぎ笑った。さあもうこれいつも通りですね、チュンリー対ユン聖戦です。さあもうサードを語る上ではね、もうこのカードはどうしようもないですからね。さあユン対チュンリーの決勝戦、対照戦です。さあ大きくリードしていくのはマイケル、発動していく。投げからハッケー、しっかり重ねていく。おっとパーソナルアクションが出てしまいましたが、まあ何かのミスでしょうね。だがしっかりケアしていきました。1ラウンド目はマイケル。さあ2ラウンド目スタート直後いきなり発動していったのはメスター。中継打開絶唱、さあ細かい細かいですマイケル。これで決まりました、優勝はマイケル米氏のチームですね。おめでとうございます。まあ今のちょっともう絶望的な展開になってしまいましたね。さあちょっと設定等お願いします。まあマイケルさん強かったですね。はい、ということで、優勝したのは志野、ヨネ、マイケルのチームですね。おめでとうございます。ちょっとインタビューもしたいんですけどね、まだちょっと準備してるので少しお待ちください。じゃあ枠内に3人入ってもらって、お願いします。じゃあちょっとカメラ切り替えてもらって、インタビューしていきましょう。まあこっちもその画面にしちゃえば、こっち、ああはいはい OK です、おめでとうございます。今マイク持ってるのは誰ですか、米くんですか。はい、優勝おめでとうございます。ということでちょっと一言いただいていいですか。あ、はい、マイク近づけて喋ってください。ああ、はい、いやありがとうございました。ね、篠さんと決勝行くのを目標に頑張ってたんですけど、まさか優勝できると思わなくて、いやもうマイケルさん最強です。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。じゃあ、篠くんお願いします。はい、篠です。米田さんも言ってたんですけど、米さんとも本当にずっと決勝進出と優勝をずっと目指してやってきてたんですけど、もう本当に優勝できて、もう本当に嬉しいです。まあ、でも自分はあまり今日仕事できてなかったんで、もう米さんとマイケルさんにもう感謝しかないですね。ちょっとまた自分の実力でまたここに来れるようにもっと頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。
そしてまあ対象っぽかったですね、マイケル、一言お願いします。今日は予選から多分全員出て、すごいチームの役割が良かったと思います。個人的にはチームが勝つために分岐点がやっぱあったんですけど、そこが2人ちゃんと勝ってくれてたんで、それですごい救われました。僕はネクロとかユリアンとか特に、なので2人のおかげです。僕からしたら本当にありがとうございました。以上です。はい、おめでとうございます。じゃあパンフインタビュー誰にしますか。2人とも初優勝か、どっちが勝ち星いったとか。はい、じゃあそういうことで来月のパンフレットインタビューで、米くんにお願いしましょうか。じゃあお願いします。です。はい、後でちょっと連絡す、ちょっと後で LINE 交換します。